英国協会宣教会,会の宣教師ヘンリー・エビントン。ヘンリー・エビントンはイングランド国教会の教会伝道協会のイギリス人宣教師、聖公会司祭である。開拓精神に富んだ聖公会司祭として知られている。1874年、宣教師として長崎に上陸した。同年末に大阪に移動し、最初は神戸の英人改修の働きに従事し、 後日本語を介するにつれ日本人への伝道に働いた。1879年には、エビントンを主任として信徒が時給的に講義書を始め、それが発展して1883年に、聖九主教会が設立された。現在の大阪聖愛教会の前身である。1880年、エビントンが徳島で西養したのを端緒として、求道者が起こり、 翌1881年に3人の受選者を出している。このエビントンの伝道がきっかけになり、徳島伝道に力が注がれ、1883年には徳島県最初のプロテスタント教会として徳島教会が誕生した。今日の日本キリスト教団徳島教会である。その教会で香川とヨヒコが入信した。1882年。 山陰地方伝道を志して、山陽地方から中国山脈を越えて、豪津、浜田に伝道した。1885年末江で、毎晩600人を超える聴衆を集めて、伝道集会を開いた。1888年には、日本聖公会末江伝道所が、島根県最初の教会として誕生した。ありがとうございます。